室生寺は681年天武天皇の勅命によって高僧終焉によって開かれ、後に弘法大師の手で伽藍が整備されました。高野山が女人禁制であったのに対し、室生寺は当時から女性の入山を許していたので、女人高野とも言われました。高さ 16.1 メートルで日本で一番小さな五重の塔です。室生寺を開いた終焉の廟です。